ふくらはぎが太くなる原因と細くなる方法というのを紹介していきます。動画を最後まで見てもらうことで、なぜふくらはぎが細くならないのか、なんでこんなに筋肉質なふくらはぎをしているのか、細い人はなぜ細いのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ふくらはぎが太くなってしまう原因と補足する方法を解説していきます。まず、ふくらはぎが太くなってしまう原因としては3つあります。1つ、浮き指。2つ、歩幅。3つ、重心。この3つが原因にあります。もちろん、体重が重い人はですね、それなりにふくらはぎに負荷がいってしまいますから、体重が重い人ほどふくらはぎが太いのは確かです。ですが、今回の動画を最後まで見ると気をつけることがわかりますから、今よりも確実に細くすることができます。まず一つ目の浮き指なんですけども、足の指の力が弱いとですね、自然と指が少し浮いた感じになってます。足の指が浮いた状態になっていると、少なからずふくらはぎに力が入った状態になってしまいます。全体的に足をついてですね、足の重心が真ん中で立っていればですね、ふくらはぎには全く力がかからないんですけども、浮き指の場合は立ってるだけ、歩いてる時、ずっとふくらはぎに力がかかってますから、筋肉がついて細くならないといった原因に陥ります。次に足裏の重心なんですけども、足裏の重心がですね、やはり外側に行ったり内側に行ったりしてしまうと、ふくらはぎというのは右と左にありますので、そのバランスによってはですね、外側だけがぽっこりする。内側だけがぽっこりする。そういった感じでですね、ふくらはぎが外側が張ったり、内側に向いてふくらはぎが膨らんできたり、といった感じになって横に太いふくらはぎになってしまいます。最後に歩幅です。必ず少しは歩くと思います。この歩く時の歩幅によってふくらはぎの筋肉を使いすぎてですね、筋肉が太くなって、ふくらはぎが細くならないといった感じになります。それでは細くなる方法というのを紹介していきます。はい、まず原因の一つとして、浮き指です。これを改善する方法は、もうグーパーグーパーです。足の指をしっかり、グーパーグーパーというのを繰り返してください。できれば足を上げてグーパーするよりも、床をですね、しっかり掴む感じで、もしくはタオルを引いて、その上でタオルを引き寄せる感じで、足の指を鍛えてください。だいたい50回を左右やってください。二つ目の重心。この足指の力をつけていくとですね、自然と重心が良くなります。ですが、X 脚、O 脚の方はですね、股関節からやはり骨格が少し内側に入ったり、外側に入ったりしてますから、その状態で浮き指や歩き方を改善してもですね、足裏の重心が整ってないので、そういった場合はですね、O 脚、X 脚という方は、こういったレジスタンスバンドっていうんですけども、こういったバンドを使ってですね、こういう感じでですね、骨盤を開く運動というのをして、中殿筋と小殿筋をしっかり鍛えてください。そうすることで骨盤を支える筋肉が身について、足のラインがきれいになってですね、通常通りの重心を取れるようになってきます。で、3つ目、歩幅なんですけども、歩く際の歩幅が大きければ、どうしてもかかとからついてしまいます。かかとからつくと、かかとにかかる体重というのはすごく大きくてですね、大きい歩幅に対してしっかり後ろ足で地面を蹴って足を持ってこなければいけないので、ふくらはぎをすごく力を使います。ふくらはぎの力をすごく使うとですね、筋肉が大きくなりますから細くならなくなります。ですので、歩幅というのは立った状態で体重を前に移さずにですね、立った状態のままで足を前に出して、足裏が全部つく、かかとまでつくぐらいの歩幅、これぐらいの歩幅ならですね、体重をまっすぐ残したままで歩けるので、ふくらはぎの負担が減ってですね、筋肉が太い方というのは細くなります。立った状態から足を前に出して、かかとがちゃんとついた歩幅で、できるだけももを上げて歩きます。このポイントとしてはですね、やはり地面を蹴ってしまうとふくらはぎを使うので、地面を蹴らないように今の歩幅で歩くのがポイントです。やり方としては、その場でですね、歩く。そうすると、その場で歩くのは地面蹴ってませんから、太ももを持ち上げて足を上げてると思います。その時に割とペタペタの足でですね、足を上げてると思います。こうやって足を上げてないと思います。ペタペタの状態で足を上げてると思います。これで歩く時も一緒です。軽くももを上げる感じでペタペタと、さっきの歩幅でですね、足の指もしっかり床につけて、太ももを上げてペタペタ歩く感じがおすすめです。そうすることで、日常的に無駄に使ってしまっていたふくらはぎの筋肉がですね、減ってきて、華奢で細いふくらはぎになってくれます。ふくらはぎは別に筋肉なくてもですね、太ももを上げたらもちろん足が上がりますし、前にも歩けます。速く走るならもちろんふくらはぎの筋肉とかいりますけども、ですが日常的にはですね、太ももの筋肉があればももを上げれます。足はペタペタ足でふくらはぎあんま使わなくても歩けます。そういった感じで歩いてみてください。これを気をつけることでふくらはぎは確実に細くなります。まとめとしましては、浮き指、足指の50回両足をする。そして、O脚、X脚の方はですね、こういったバンドを使って、太ももを開く。これでお尻を鍛える。最後に、歩幅、歩き方というのを気をつけてください。勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも適切なアドバイス、斬新なエクササイズを紹介していきますので、登録の方もしておいてください。ご視聴ありがとうございました。